皆さんこんにちは、おつあすです。どうもパフォーマーのあすかです。今日も動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今日はバルーンアートのレクチャーしていきたいと思います。本日作っていくのはこちら、じゃん、ライオンです。かわいいライオンさん作っていきましょう。それでは行ってみよう。はい、それでは空気を入れていきます。まあライオンは私は黄色で作りますかね。まあ全然好きな色で作ってください。で、空気はですね、結構ちょっと尻尾は長めに残してほしくてですね、だいたいそうですね、まあ17センチぐらい残ってた方がいいんじゃないかなっていう感じです。まずはライオンの顔を作っていきます。ちょっと大きめのバブルをですね、2つ作ります。できましたら口巻きのところをですね、今ひねったところにぐるっとあてがって回して、このバブルの2つの間を通してください。どっちから通しても大丈夫。そうするとね、もうほどけません。そしたら次はライオンのたてがみですね、作りますので、同じ大きさでちょっと小さめの丸、小さめのバブルを作ってください。これほどけやすいんでしっかり持ちながらやってくださいね。はい、7個ですね。今私も数えましたけど、7個作ってください。はい、そしたらその7個作ったところをひねり合わせまして、このポンデリングみたいなやつの間にですね、よいしょ、こういう感じで顔をはめ込んでください。そしたらさらに今作った丸よりちっちゃいバブルを1個作りまして、首ですね、次前足を作ります。前足なんでちょっと長めのバブルを2つ作ってひねり合わせます。そしたら体の部分を1つ作って、さらに後ろ、前足とだいたい一緒の大きさで作ってくださいね。後ろ足も2本でひねります。そしたらライオンの尻尾ってちょっとね、端っこプニってなってるんで、まあ同じ色にはなっちゃうんですけど、はい、向こう側に送りたいバブルをですね、しっかり握りまして、よいしょって端っこに上げてあげるって感じですね。あとは顔を描いてください。顔は好きな感じで、私はポンデリングを参考にさせてもらってます。はい、結構この顔を描くと喜んでくれますんで、ぜひ真似してみてくださいね。さあ、可愛くできましたか？どうでしょうか？まあこれもね、ちょっとバランスが難しいかもしれないですけど、ぜひぜひチャレンジしてみてください。はい、いかがだったでしょうか？可愛いライオンさん作れましたか？なんかね、私の絵の描き方だとポンデライオンみたいになって可愛いので、もしよかったら真似してみてくださいね。今後もいろんな動画出していきたいと思いますので、バルーンアートの場合はよかったら一緒に作っていきましょうね。チャイくん、おいで。チャイくん、チャイ、おいで。おいで。よいしょ。というわけで、みんな、見てくれてありがとう。もしよかったら、チャンネル登録、そしていいね、グッドボタン押してね。またねー。めっちゃ暴れてんじゃん。バイバーイ。